合成洗剤は衣類に残り、肌荒れや湿疹、アトピー、アレルギーなどを起こす可能性があります。お洗濯は衣類や肌に優しい無添加石鹸をご使用ください。 1. はじめに水だけで予洗いをしましょう。汚れの大半は水だけで落ちるので、石鹸の量も少なくて済みます。 2. 洗濯水がよく回るよう、標準使用量の8割程度の量にしましょう。3. 粉石鹸はぬるま湯でよく溶かして泡立たせ、直接洗濯槽に入れてください。液体石鹸はそのまま洗濯槽の中に入れてください。4. すすぎ不足は黄ばみや臭いの原因になります。十分なすすぎができるような洗濯コースを選びください。また濃い色の服などは石鹸カスが白く残ることがあります。最後のすすぎに小さじ1杯のパウダーリンスか杯1杯のお酢を入れると、石鹸カスがつきにくくなります。ドラム式洗濯機の場合、粉石鹸はぬるま湯で溶かした石鹸を直接洗濯槽内に入れてください。液体石鹸は適量をそのまま洗剤投入口に入れることもできます。機種によって水を追加するものもあるので、説明書をよく読んでご使用ください。石鹸の量が多いと黄ばみや臭いの原因となります。特にドラム式は使用水量が少ないので、石鹸の使いすぎに気をつけましょう。また臭いを防ぐために洗濯が終わった後はすぐに干してください。シャボン玉での洗濯は皮膚への影響も少なく、排水による環境汚染の心配もありません。安心してご使用ください。